狐と殿様始まり始まり。昔昔のお話、なんとのお城の殿様は大層気の良い殿様で、村人からも大変好かれておりました。この殿様、人のお世話が大好きで、村人に混じって野良仕事をしてみたり、大工仕事や桶屋までなされたそうだ。殿様、竿先に鳥餅をつけて山鳥を捕まえる餌資料が大好きで、頼まれもしないのに今日も竿を担いで山へと出かけて行きました。と道を急げば見慣れぬ娘が座り込み、聞けばこの先の庄屋の娘で足を痛めて困っておると。はてこの辺りに屋敷などあったかいなと思いながらも、ならば送って差し上げようと殿様をぶって歩き出す。娘を送ってきてみれば、ここは立派な庄屋のお屋敷、お礼をさせていただきますと美人な女中に案内されて、酒も魚も山盛りで飲めや歌えの大騒ぎ。はい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 。本日はご来店ありがとうございます。当店吉田のお宿にて心を行くまで楽しんでたっぷり祈っていただきます。どりゃ、3番テーブルのお殿様、当店自慢の大吟醸なりました若駒三昇楽君、なんとのお酒が飲み放題。どりゃ、飲んで酔って歌って踊って楽しんで、飲んで酔って歌って踊ってやっちゃって、財布も何もなし、立派な屋敷も枯葉の山で、殿様思わず大笑い。狐に化かされてもやっぱり気の良い殿様であったそうな。直って、ご覧いただきました皆様の拍手と笑顔に感謝を込めてありがとうございました。